FM読谷防災情報番組、緊急時は786。1時になりました。皆さんこんにちは。この時間は FM 読谷防災情報番組、緊急時は786、お届けしております。パーソナリティの日賀美幸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、早速なんですけども、本日2013年10月のもう3日木曜日となっていますね。さあ10月に入りまして、少し気候の方も朝晩ね、涼しい風が吹いてきてるのではないでしょうか。日中はまだまだ暑い沖縄県なんですけどもね、朝晩は少しだけ冷たくなってきたような感じがいたします。さあ沖縄にもですね、少しだけ秋がやってきたのかなという感じがしますけどもね。さあ皆さんは、いかが思いでしょうか。さあそこで季節外れと言っていいでしょう。なんと沖縄県内の方にはですね、なんと台風23号が、はい、向かってるということで、これも本当にこの週末ちょっと大きくなりそうですね。ちょっと心配ですけども、さあそれではですね、今日は、この防災情報番組、緊急時は786、今日は台風災害について、そして台風のですね、防災ということなので、しっかりと皆様台風対策についても今日はしっかりお話をしていきたいと思いますので、どうぞこの1時間よろしくお願いいたします。こんにちは。さあそれでは早速始めましょう。防災情報番組、緊急時は786です。まずはじめに、今日オープニングでもお話をしました台風23号、さあお天気からお伝えいたしましょう。まずは台風情報です。
こちらですね、沖縄気象台12時50分発表です。沖縄気象台12時50分発表でございます。ということは、先ほどですね、約15分前に発表されました、台風情報をお伝えいたします。台風23号は今現在沖縄の南にありまして、10キロの速さで北に進んでいます。台風23号、今現在沖縄の南、10キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は25メートル。最大瞬間風速は35メートルとなっています。繰り返します。12時50分、沖縄気象台発表、新しい台風情報の発表です。台風23号は今現在沖縄の南にあって10キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は25メートル。最大瞬間風速は35メートルとなっています。さあ、この台風23号なんですけども、勢力を強めながら北に進んでいます。またちょうど明日のお昼頃なんですけども、明日12時頃にはですね、この台風は強い台風23号となりそうですね。さあ、今はですね、強さや大きさの部分ではそんなに、大きいとかね、表示はされないんですけども、明日以降はちょっとこの台風、強い台風になりそうです。はい、強いという文字がですね入る台風23号になりそうですよ。さあ、予想とされます、台風はですね、明日のお昼12時には那覇市の南東東に約490キロに、迫りまして、ゆっくりとした速さで北に進む模様です。またこの後ですね、台風今10キロの速さで北に進んでいるんですけども、速度がまたまたゆっくりとなりそうです。また中心気圧が970ヘクトパスカルとだんだんと下がってきます。ということは、雨風が強くなってくるということでございますよ。中心気圧がですね、減れば減るほど台風は大きくなるということです。皆様十分注意してくださいね。中心付近の最大風速は35メートルまで上がります。また最大瞬間風速は50メートルまで上がりますので、皆様今後の台風にも十分注意してください。また沿岸の海域の方ではですね、今日の夜からまた明日の朝にかけてですね、またしける見込みです。十分注意してください。さあ、それではですね、今現在のお天気をお伝えいたしましょう。さあ、今現在です。沖縄本島中南部、今日はですね晴れ、後曇りとなっています。降水確率は、今日は 20%、日中最高気温は30度となっています。まだまだ日中は暑い沖縄県内ですけども、これからもっとですね、また、日中の気温は上がりますけれども、気になりますのが雨や風、そして、もちろんレジャー海の方では波が心配になってくるようですよ。さあ、それでは風は北東の風、やや強く後強く、波の高さ 2.5 メートル後4メートル、うねりを伴う予報となっています。さあ、船舶の方、沿岸行かれる方は十分ご注意ください。さあ、そこで今入っています、注意報ですけども、久米島では北東の強い風に注意してください。また沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高く、次第にしける見込みです。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に十分注意してくださいということでね。やはり台風が来るときってまずはじめにね、波から、やはり海からやってきますので、海のこの波がすごく高くなります。ということは、船舶や海上に行かれている方がですね、すごく、やっぱり、一番初めに影響を受けるということです。さあ、ね、おじいちゃんおばあちゃんや、またお父さんお母さんなど、
海のお仕事をしている皆さんですね。今後久しぶりの沖縄台風となりますけども、今年ね、沖縄本島では今年初めての台風となりそうですけれども、皆様十分に注意していただきたいと思います。さあ、早め早めの対策行ってください。よろしくお願いいたします。今日の防災情報番組はこういった天気予報を交えながらね、皆様がやっぱり台風気になっていますので、台風情報をお伝えしながら、今週末台風が来る沖縄本島、一緒にですね、台風対策について考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、台風といったらやはりすぐですね、広報が始まりました。さあ、こちらは沖縄電力からのお願いです。さあ、沖縄電力の方でもですね、やはり早め早めの対策ということで皆様に呼びかけがございます。沖縄電力からのお願いです。台風23号が沖縄地方全域に近づいています。台風が接近し強風で物が飛ばされると、危険だけではなく電線に絡みつき停電になる場合がございます。風で飛ばされそうなトタンや看板、ビニールハウスの固定など、事前の台風対策お願いいたします。また、停電が発生した場合に備え、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページでお知らせします。また、携帯端末でもご覧いただけますので、しっかりご確認ください。さあ、沖縄電力の方からですね、台風第23号に伴いまして、沖縄全域に発表されております。さあ、こちらね、停電になる場合があるということで、今のうちに、途端、皆様の家の周り、飛びそうなものありませんか？また、お店をしている皆様、業者の皆さんなどはですね、このお店などの看板、しっかり確認しててください。またこの台風もですね、台風の方も風、そして雨が強くなりそうです。そして、また農家の皆様、ビニールハウスの固定、しっかり行っていますか？今のうちに、明日以降はまた、風や雨になりそうですので、また風が強くなってくると、こういう固定などまた何かを直すというには大変危険になります。今のうちに行っててください。ビニールハウスの固定など事前の台風対策、皆さんお願いいたします。そして今のうちに準備が必要なものはしっかり備えててください。もし停電が発生した場合に備え、乾電池、しっかりありますか？乾電池なども余分に買っておくようにしましょう。また、懐中電灯、停電になる恐れがございます。懐中電灯の方も、どこにですね、しまってあるか、今のうちに出しておくようにしましょう。一番、家族で、一つではなくて、一人一本ですね、懐中電灯を持っておくと、とても便利なので、こちらの方おすすめいたします。さあ、懐中電灯。私たち FM 読谷の方でもですね、今懐中電灯、販売しております。一本1000円となりますけども、この懐中電灯の方は、太陽の力を、借りましてですね、太陽光妙のですね、この、エネルギーを使っての、はい、この懐中電灯となっておりますので、しかも LED 対応となっておりますので、すごく明るく感じます。ぜひ、持ち合わせがないという方はですね、懐中電灯 FM 読谷の方でも販売しておりますので、ぜひお買い求めください。また携帯型ラジオ、携帯型ラジオの方もですね、しっかり、皆様持っていていただきたいと思います。さあ、この台風時には FM 読谷78.6 メガヘルツにしっかり合わせててください。毎時、30分に台風情報をですね、お届けいたしますので、こちらの方もぜひお聞きください。
けしております FM 読谷防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ、以前のこの番組は FM 読谷復興支援番組頑張ろう日本頑張ろう読谷と題しまして、復興に力を入れてきました。2011年のですね、3月に起きた東日本大震災のですね、少しでも何か役に立てたいということで、ぜひ皆様と一緒にですね、様々なですね、支援のあり方、そして、ここ沖縄県の方に来てます、ね、被災者の皆さんたちをですね、お招きいたしまして、この東日本について一緒に、考え、そしていろんな話を聞かせていただきました。さあ、そこで約2年余り、この復興支援番組を務めさせていただきましたけれども、さあ、今年からですね、FM 読谷は、この復興はもちろんなんですけども、数多くの皆様が東日本で命を落とされ、そしてそれ以前にも、阪神淡路大震災などで多くの命が失われました。その命をですね、無駄にしないよう、今、私たちができること、やらなければいけないこと、ね、それが防災。特に沖縄県、読谷村もそうです。皆様の地域もそうじゃないですか。東日本大震災が起こるまでは、防災について考えたことはありますか？ここ沖縄県の方での災害といったら自然災害。ね。自然災害といったら、今、今週末近づいてきてます。台風などがありますけども。台風は、ここ沖縄県の皆さんはちょっと慣れたもんで、ね、建物もそんなに飛んでいく心配はないし、本土に比べればしっかりとしたですね、コンクリート作りに、やっぱり台風の、この台風にですね、持つような家作りをしておりますけれども、でも、その、災害というものは、いつ何時起こるかわからない。そして、大丈夫だったと言われていたものも、破壊してしまう力が出てくるということで、ね、やはり、皆様に一緒になってこの防災というものをしっかり考えなければいけないなぁと思いまして、今やるべきこと、今しっかり見つめ直すことね、これらが必要になってくると思いますので、難しいことは考えず今できることを一緒にやっていきたいなと思っています。さあ、それではですね、そこでこの FM ミターなんですけども、防災情報番組と題をですね、変えまして、またタイトルは緊急時は786。さあ、これを合言葉かのようにですね、緊急時は786、緊急時は786として皆様にお届けしましたけども、もうご存知ですよね。さあ、緊急時といったらもちろん地震や津波、そして、大雨、雷、竜巻、様々な警報などが発表された場合、もちろん自然災害の方には台風なども入っております。そのような時にはですね、即、緊急放送いたしまして、皆様にですね、情報を伝えるというですね、使命が私たち FM 端の方にはございます。そこで、何か起きた時には、情報が必要、そんな時は FM 端聞かなきゃというね、ことを思っていただきたくて、緊急時は786と題させていただいております。さあ、しっかり皆さん覚えててくださいね。緊急時は786ですよ。今週末も786聞いててください。はい、台風情報もしっかりお伝えいたしますのでね。さあ、そこでですね、今日は皆様に台風に関連する、自然災害などもですね、また防災などしっかり台風対策についてお話をさせていただくんですけれども、さあ、まず、こちら沖縄気象台の方からですね、資料の方提供していただきました。今日は高潮、高波についてちょっとお話をさせてください。さあ、まず高波と高潮の話。波はどのようにして生まれ大きくなるのか皆さん知っていますでしょうか。美しい海に囲まれているここ沖縄なんですが、普段何気なく見ている波について知らないことが
多くあるということです。そして今日皆様にお伝えしますのは、波の発生の仕組みについてお話をしましょう。私もすごく勉強になりましたね。さあそこで、波はです、気象台によりますと、波は海上吹く風の力により生まれるそうです。ですが、それが発達するには3つの条件が必要だそうです。まず、1つは、ね、皆さんも考えてください。風の強さだと思いませんか？ね、確かにそうですよね。このあと1つは風の強さ、2つ目は風の吹く時間が長いこと。なるほど。また風の吹く範囲が広いこと。この3つの条件が揃って大きな波が発生するそうです。でも確かに風だけだと思っていましたよね。風が通るところに波がね、波の動きっていうものがありますからね。ああ、三つの条件が重なってやっと波ができるんですね。風の強さ、風の吹く時間の、時間が長いこと、また風の吹く範囲が広いこと、この三つの条件が揃って、波ができるそうです。まず、波は風の力で生まれます。この生まれたばかりの波が成長するには長い時間風が吹き続ける必要があるそうです。また波は移動しますので、移動している間も風の力を受け続けることが必要だそうです。つまり風の吹く範囲が広いことが波の成長には必要となるそうです。ちなみに風の強さが 2.5 メートル強まるだけで、波の高さは 0.5 メートルほど高くなることが分かっているそうです。そっか。そういうことも全く知らなかったからね。そして、一番気になるのが、台風の時に高波が発生しますと言いますよね。台風は波の発達する3つの条件を満たしているから、かもしれませんが、ところで、台風の時は、台風が島から遥か遠くにあっても、海岸に大きな高波が押し寄せてくることがあります。それはなぜだか知っていますか、皆さん。これは気象台の方ではうねりと呼んでいるそうです。うねりを伴いとかね、お天気の方でもありますけども、台風の強い風で発生した高波は、台風よりも進む速さが速いため、台風が接近する前にうねりとして先に島に到達するということです。なるほど。先ほどね、オープニングでもお話をしました。台風が近づいてくる沖縄本島、その前に、海で働く皆様にですね、最初に影響が出ます。それが今お話ししましたうねりを伴いということで、台風が接近する前に来る波、それがうねりとして先に島に到達するということです。そのうねりが、高くなるとね、お仕事の方がなかなかできなくなりますので。さあそういうことをですね、皆様にお話ししていますけども、さあ台風は遥か遠くにあるにもかかわらず、気象台から波浪警報が発表されることがあります。これは台風からのうねりが台風よりも早く島に到達するからと言われています。ようやく納得できましたね。台風がまだ遠くにあると安心して海水浴や釣りに出かけたり、事故に遭う方がいますが、うねりには十分な注意が必要と言われているんです。さあ今週末ね、台風23号の影響が大きくなってきます。また、今日の夜から明日朝にかけても、海の方では高波がね、続く見込みということで、また先島諸島では先ほどご紹介しましたうねりを伴いしけます。また沖縄本島地方や大東島地方でも波が高くなります。海上や海岸付近では高波にも十分注意してください。そして先島諸島の方ではうねりを伴いしけていますので、十分に注意が必要となっています。さあそこで今日はこの時間は
高波と高潮の話。まずは波はどのようにして生まれ大きくなるのか。そして今週末近づいてきます台風23号。その台風が来る前に起こる、波の高さ。それが、うねり。ね、台風より先に波として、島に到達することを、うねりというそうです。さあそういうのも一つ一つ勉強しながらまた、台風に備えていっていただきたいなと思っています。お届けしております FM ユミタン防災情報番組緊急時は786。さあそれでは今日はですね台風対策について皆様にお話をしたいと思います。この後 CM を挟みまして台風についてお話しいたしますので、しっかりと皆さん聞いてくださいよ。よろしくお願いいたします。それでは一旦コマーシャルお届けいたします。防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ皆さん、時刻は1時32分になっています。お届けしておりますのは防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ今日はですね台風について皆様にですねお話をさせていただいておりますけれども、さあ台風ね、この週末台風23号沖縄県の方にですね、
沖縄本島の方にですね、上陸しそうですね。これもちょっと怖い。しかもこの進路を見てみますと、台風来るのはいいんですけど、その後の返し風がちょっと心配なコースに、走ってるということで、台風ね。もうね、ちょっと忘れた頃にやってくるからね。大体沖縄の台風っていうのは、7月から9月、特に8月から9月にかけて多くなるんですけども、10月の台風ってなんだか久しぶりのような感じがするんですけどもね、皆様いかが思いでしょうか。さあ、台風についてこんなにですね考えたことはないかと思いますけどもね。さあ、それではせっかくなのでね、皆様に、台風についてご紹介いたしましょう。さあ、台風についてと言ってもね、まずはこれも沖縄気象台の方からいただいた資料なんですけども、台風にもいろいろあるんですよ。歴史からね、また沖縄の人々が昔から台風とうまく付き合っていたということもわかる文章になっているんですよね。ぜひちょっと簡単ではありますが、いろいろ端折りながらですね、皆様にご紹介していきましょう。いつかまたこの気象台の方々を呼んでですね、台風についてまたね、様々な大雨や雷、竜巻、また地震や津波、高波、高潮、それぞれですねありますので、その、それらについてね、いつかじっくりとお話をしてみたいなということを思いますので、それがね実現できるまでもうしばらくお待ちくださいね。さあ、今日は日上行きで勘弁してください。さあ、台風の発生ね、皆さん先ほどご紹介しましたが、沖縄はですね古くから台風銀座と呼ばれているそうです。はあ、よく言いますね。特にこの50代60代ぐらいの人たちが、沖縄は台風銀座だからねってよく言いますね。年間どのくらい台風が接近するのかわかりますか。沖縄県の方で年、沖縄県というか、年間ですね、台風は1年間で約26個発生するそうです。そうか、今の台風が23号だからね、だいたいそれぐらいなんでしょうね。そのうちの沖縄県には平均で約7個の台風が接近するそうです。また7月から9月には接近数がかなり多くなると言われています。ということは、今日はもう10月なので、ちょっと季節外れの台風という形になりそうですね。さあ、1年で7個。結構多いですね。でも、台風銀座ということだから、たくさん通るような予感はするんですけどもね。さあ、この7個という平均はですね、1981年から2010年までの過去30年間の平均と言われています。多い年では、例えば、平成24年、昨年だね、2012年では、何個台風来たと思いますか？去年はもう散々でしたからね。なんと、11個も沖縄に接近していたそうです。それを考えるとすごい。ね。しかも今年は、離島の方にはいくつかですね、台風の方は接近しましたが、沖縄本島には今回が初めてではないでしょうかね。あら。そして少ない年では、最近では平成21年、2009年ですね。この年には3個しか台風は接近しなかったようです。あららら。それ考えると、多い時には多く、少ない時にはすごく少ない。今年は少ないですよね、絶対ね。はい。さあ、またこの、年代によって台風の接近数も大きく異なるということで、ここ沖縄県の方の台風なんですけども、接近しやすいのは、何か理由があるのか考えたことありますでしょうか。それはですね、気象台によりますと、台風の発生する場合と台風を動かす風に関係しているそうです。台風は主にフィリピンの、東海上で多く発生します。そこの海水温はとても暖かく、海面からたくさんの海水が蒸発して水蒸気となって空気中に取り込まれるそうです。この水蒸気が雲となり、その雲が成長して台風となるそうです。へえ、すごいね。このフィリピンの東海上では北東の風と南東の風がぶつかり合って、
そこで、収束して、つまり空気が集まって、この水蒸気として上に上がり、それが台風になるんですね。本当に勉強になるね、これ。さあ、この台風の卵と呼ばれるもの、知ってますよね。卵というか赤ちゃんね。台風の赤ちゃんが生まれたって言いますよね。熱帯低気圧です。その熱帯低気圧として書かれるんですけど、台風の卵はゆっくりと西に進みながら、海面から水蒸気をたくさんもらいながら、どんどん、どんどんと成長し、風の強さが秒速で約17メートルとなる台風と呼ばれるようになるそうです。あ、こうやって台風は作られていくんですね。熱帯低気圧と言われているときは、あ、台風の赤ちゃんができたって皆さん言いますけどもね。その後、この赤ちゃんは水蒸気を海水からたくさんもらい、それがどんどんとどんどんとどんどんと成長しながら、風の強さが約17メートルとなると大人になって台風になるそうです。ね。また、つまりこの台風の赤ちゃんが台風まで大人になるまでの成長するためのエネルギーは水蒸気というとことですね。はあ、すごい。ね、皆様、ちょっとお勉強になるでしょう？本当に、なかなか知らないことってたくさんありますからね。さあ、続いて台風の大きさや強さ。過去に沖縄に接近した大きな台風、ちょっとご紹介していきましょう。台風1個のエネルギーを電力に変えると、なんと約、100億キロワットになるそうです。すごい。数字が大きすぎて、どのくらいの量なのかイメージが湧きにくいかと思います。確かに。これは日本の電力会社が1日に作る電力の約50倍にも当たるそうです。台風のエネルギーっていうのは全ての電力にですね、変えることができたら、地球温暖化、また地球環境問題も一気に解決そうですけどもね。へえ。実はですね、アメリカの話なんですけども、過去にこの台風の動きを無理やり変えようとしたり、台風の勢力を弱めようとして考えて無謀に台風に挑戦した学者さんもいたようですが、ことごとく失敗したそうです。やはり自然には勝てないということですよね。さあ、最近ではテレビで猛烈な台風とか大型の台風という言葉よく聞きますよね。台風も大きさや強さによって呼び方が異なるのでしょうか。さあ、気象台によりますと、異なるそうです。台風の強さは、台風の最大風速。大きさは強い風の吹く範囲で区別するそうです。例えば、最大風速が55メートル。強い風の吹く範囲が半径800キロ以上の、円の大きさは、猛烈で超大型の台風と呼んでいるそうです。なるほど。猛烈で超大型、非常に強い大型、それぞれありますからね。今現在の台風23号は強い台風のみと掲載されています。ほんとすごいね。こういう風に呼び方でも台風の勢力がわかるようになっているということですからね。さあ、そこで台風に伴い発生する災害、どんなことがあるかわかりますか？大雨災害ありますね。特に梅雨前線や低気圧によっても起こりますが、広い範囲で猛烈な風により災害をもたらすことは主に台風と言われています。その風により海では高波が発生し、船舶や海岸付近での道路や建物が被害を受けることがあります。また海面が上昇して高潮による災害も発生しやすくなります。あまり知られていませんが、台風接近に伴い竜巻も多く発生するんです。さあ、台風情報で最大風速の予測が50メートルだと警戒しなくてはと思うのですが、25メートルやまた35メートルだとまだ大丈夫なのかなとね、油断する人も多いかと思いますが、また気象台によりますと、台風に慣れている人ほど油断することがあるようです。
そう、わざわざね、この台風に入って雨風が強くなってから外に出て台風対策を行う方もいますよね。そんな方々が怪我をするんですね。絶対に今年のこの台風では多くの皆様怪我やまたですね、死亡事故が起きないよう気をつけていただきたいと思います。絶対に外には出ないように、心がけていただきたいと思います。さあ、この台風それぞれ様々なですね災害が起こります。道路の木や木が根こそぎ倒れたり、瓦屋根が飛んだり、木造家屋が壊れたり、またコンクリートの電柱の倒壊や車の転倒もですね、見られます。もちろん人が外に出ることはとても危険なことと言われておりますので、絶対にそういうことはしないように心がけてください。よろしくお願いいたします。そしてその後台風が起きた時には台風情報をうまく利用してください。もちろん気象庁の方でもそうです。FM ターンが呼びかけています沖縄電力の方も、こういう情報をしっかり取っていただきますようよろしくお願いいたします。さあ、この台風ね、災害を防止するためにもまた皆様一人一人がですねしっかりと対策を行わなければなりません。情報は常に新しいものを利用し、しっかりと情報内容を理解すること。情報には暴風がいつまでも続くのか、どの程度の風が吹くのか、今何が危険なことか、いろんな重要なことが書いてあります。インターネットでも見ることができますので、ラジオやテレビでも流れていますので、しっかりと覚えててください。また飛びやすいものの固定や雨戸の点検、雨戸がない場合はガラス窓にガムテープを貼るだけでも強風対策となります。特に重要なのは強風対策は早めに行うということ。強風域に入ってからでは遅すぎます。皆様、今のうちにしっかりと台風対策行っててください。しております FM ユミタン防災情報番組緊急時は786。さあ、最後に1曲だけ曲をお届けいたしましょう。復興応援ソング、小さな靴、どうぞ。歩き出した小さな靴、枯葉も石ころも踏みしめ、進んでゆくその背中木漏れ日優しく降り注ぐ。感じてるかい、かかとのリズム、大地の
けしております FM 読谷防災情報番組緊急シワ786最終コーナーになりました。この時間はですね、最後に皆様にですね、台風対策についてご紹介いたしましょう。さあ、台風対策です。家の中の台風対策しっかり行ってください。家の中や外も同じです。はい、しっかりですね、台風対策の行うようにしましょう。台風によって電力や水道などの供給がストップしてしまった場合、食料や水の確保、またそんな中でも怪我や病気を発症した場合の対策など、あらゆるシチュエーションで対応できるような準備を行っててください。今日は家の中の台風対策として一つご紹介しましょう。台風による強い風やその風で飛ばされてきたものによって窓ガラスが割れた場合、割れたガラスが飛散して怪我を負ってしまう危険性がございます。そのような危険性を防ぐためにも、窓ガラスは内側からガムテープなどの、こちらですね、バツ印やまたですね、格子状に貼り付け、割れたガラスの飛散を未然に防ぐことを勧めします。また電気の供給がストップしてしまうこともあるので、懐中電灯、先ほどご紹介しました懐中電灯、 FM 読谷の方でも販売しています。この懐中電灯やろうそく、ライター、マッチ類を用意しておくようにしましょう。その場合、テレビも当然見れなくなってしまうため、台風の情報やまた、被害の状況、また避難指示など把握できなくなってしまいます。正しい情報を得るためにも、非常用ラジオと予備の乾電池も用意するようにしましょう。さらに断水が生じた時のことも想定し、浴槽に水を溜めておくようにしましょう。保存水や非常食なども用意しておくことが必要です。これらをすべて非常用持ち出し袋に入れておくと、一度に用意でき、また持ち運びも簡単なので便利なのでおすすめいたします。また集中的な雨を伴う台風の場合には、家屋が浸水してしまうことも考えられます。家具類を高い場所へ避難させておくようにしましょう。さあ皆様、今後の台風十分注意してください。そしてしっかりと早め早めの対策を行ってください。さあ、沖縄気象台の方によりますと、本日沖縄気象台の方がですね、台風23号によります説明会も開きました。この説明会によってですね、台風がどのように動きをですね持ってるかということも、お話があったようです。さあ、今の現状なんですけども、この台風23号は目ははっきりしていませんが、発達した雲域でまとまっています。大陸の高気圧と台風との間で気圧の傾きが大きいと言われています。今後この台風は発達し、暴風域を伴いながら北上します。また今月の5日土曜日には、沖縄本島地方や宮古島地方にかなり接近する恐れがあると言われていますので、十分注意してください。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。明日から大しけとなる見込みです。海上や海岸付近では高波に警戒が必要となっています。さあ、沖縄本島暴風域に入るのは5日の午後が予想されています。また抜けるのが6日以降と言われていますので、皆様十分注意してください。台風23号、最接近は5日の午後と言われておりますので、今後の台風のですね、情報に耳を傾けてください。その前は FM ミタン 78.6 メガヘルツ、ぜひお聞きください。以上、防災情報番組お届けいたしました。